ジョン・モス・ビー、ジョン・シングルトン・モス・ビー、A、ジョン・シングルトン・モース・ビ B、1833年12月6日から1916年5月30日は、灰色の帽霊ともあだなされる、南北戦争時の南軍正規騎兵隊隊長である。その第一バージニア騎兵隊、第43大隊は、電撃的な襲撃、ゲリラ戦あるいはレンジャーのような戦術で注目され、 北軍の追撃を巧みに逃れて、部隊兵と共に隠れ、土地の農夫や町民に溶け込んでしまう能力でも認められた。モスビーは、バージニア州ポーハタン軍で、バージニー・マクローリンとアルフレッド・ダニエルのモスビー夫妻の息子として生まれた。父のアルフレッドは、ハンプデン・シドニー大学の卒業生であり、1600年にイングランドで生まれ、17世紀初期にバージニア州、 チャールズシティに入植したリチャード・モスビーを先祖に持つ、イギリス起源のバージニア州名家の生まれだった。モスビーは、父方のソフ・ジョン・シングルトンにちなんで名付けられた。モスビーは、マレルズ・ショップと呼ばれる学校で、最初の教育を受けた。家族が1840年頃に、バージニア州アルビマール郡、シャーロッツビル近くに転居した時、フライズウッドの学校に通い、 その後0歳でシャーロッツビルの学校に転校した。体が小さく虚弱だったために、学校に通っている間はいじめの対象になった。モスビーは、引っ込み事案になったり、自信喪失になる代わりに帰って向かっていく方で、あったが、その自助伝によれば戦っても一度も勝てなかったという。唯一負けなかった喧嘩は、大人に割って入られた時だった。その喧嘩相手とは友達になり、 その後も友情が続いた。1849年、モスビーはバージニア大学に入学し、古典教養を選択し、ワシントン文学協会及び討論組合に入会した。好きなラテン語、ギリシャ語及び文学の成績は平均をかなり超えたが、数学が問題だった。3年時の時にモスビーと悪名高いイバリア、 ジョージ・アール・ターピンとの間に喧嘩が持ち上がった。モス・ビーは、ターピンが友人に向かって自分を侮辱したと聞きつけ、釈明を求める手紙をターピンに送った。これは、当時南部の紳士が守る、社交儀礼に沿ったものだった。ターピンは激怒し、次に出会った時に、生で食ってやる。と宣言した。モス・ビーは逃げ出すのは不名誉と考え、 危険なことだったがターピンと対決しなければならないと決心した。3月29日にこの二人は返した。モズーはターピンに攻撃を止めさせることを期待して小さなペッパーボックス拳銃を携行していた。二人が向き合った時、モズーがあなたは宣言していたと聞いている。というとターピンは頭を下げて突進してきたので、モズーは拳銃を取り出して、 相手の首を打った。彼は逮捕され二つの罪状、違法な発砲、最大量計1年間の金庫と、過料500ドルの経済、悪意ある、発砲、最大量計10年間の懲役の重罪で、告訴された。ほとんど氷結不能売信となった裁判によって、モスビーは、違法な発砲の罪で有罪とされ、シャーロッツビル監獄での1年間の金庫と、過料500ドルを言い渡された。 モスビーは、後に裁判にかけられる前に、大学から奉公されていたことが分かった。モスビーは、刑に服する間、その告発者であるウィリアム・ J ・ロバートソン・検事との友情ができた。モスビーが法律を学びたいという希望を表明すると、ロバートソンはその法学蔵書の利用を認めてくれた。モスビーはその刑キの残りを使って、法律を学んだ。判決が下りた直後から二人いた。 陪審員のうち9人が、モスビーの御社の生願を始めた。この生願と大学の友人たちからの生願に加えて、モスビーの両親から彼の虚弱な体質から考えて12ヶ月の、金庫はその生命を危険にさらすという数人の医者からの先生陳述書を提出された。モスビーは寒くなると、病気がちになり、小さくて不健康な監獄に苦しんだ。 1853年12月23日、州知事は、モスビーに御社を下し、1854年はじめには、その過料も撤回された。モスビーは、ロバートソンの事務所で4ヶ月法律を学び、法廷弁護士として認められ、アルベマール郡、ハワーズビル近くで、法律実務を開業した。この頃、モスビーは、 生涯から訪れていたポーリン・クラークと出会った。モスビーはメソジストであり、ポーリンはカトリック教徒だったが、その交際が始まった。ポーリンの父は活動的な弁護士であり、良い骨のある政治家だった。モスビーとポーリンは1857年12月30日、テネシー州ナッシュビルのホテルで結婚した。二人は一年間モスビーの両親と暮らした後、バージニア州ブリストル、 ケンタッキー州にあるポーリンの聖火に近いに家を構えた。夫妻には南北戦争前に二人、戦争中に一人の子供が生まれた。モスビーはバージニア州がアメリカ合衆国から脱退することに反対していたが、戦争が始まった時には兵卒として南軍に入隊した。はじめはウィリアム・グランブル・ジョーンズのワシントン・キバ・ライフル渋滞に仕えたジョーンズが少佐になり、 より集約的なバージニア志願兵隊を編成するよう指導され、ワシントン基はライフル重隊を含む2個騎兵中隊と8個、不評及びライフル重隊を創設した。モスビーはバージニア志願兵隊の適合性の無差に驚愕し、州知事に手紙を書いて転籍を申し出た。しかしこの要請は認められなかった。バージニア志願兵隊は第一次ブルランの戦いに参戦した。 モスビーはその情報を集める能力を J.E.B. スチュアート将軍に印象付けた後で中尉に昇進しスチュアート機兵隊の石膏を任されたスチュアート将軍の攻撃戦略を展開するのに貢献した半島方面作戦の間にスチュアートのマクレラン軍切り回し作戦にも功があったこの際モスビーは 北軍機兵に捕らえられ、ワシントン DC の小技児童監獄に収監され、10日後に捕虜交換で釈放された。モスビーは捕虜であった間ですら敵情を探った。モンドを取り出にちょっと立ち寄った間に、ハンプトンローズに異常なまでに感染が集まっていることを見て取った。その感染は、ノースカロライナ州にいたアンブローズ・バーンサイドの軍勢数千北。 バージニア方面作戦にあるジョン・ポープ軍を補強するために送っているところだと分かった。モスビーは解放された後で歩いて、リッチモンド郊外の作戦本部に向かい、ロバート・イーリー将軍に調べてきたことを報告した。1863年1月、スチュアートはリーの同意を得て、モスビーがゲリラ的遊撃隊、パルティザン・レンジャーズである、第一バージニア機兵隊、 第四十三大隊を結成し指揮を取ることを承認した。この部隊は後にモスビーが指揮し北バージニアでゲリラ活動を行う連帯規模の部隊に発展した。アメリカ連合国政府はゲリラ的遊撃隊の行動を規制する特別の規則を確認した。これには戦利品を処分するときに分け前を出すことも含まれた。モスビーはアメリカ連合国の暫定軍において 1863年3月15日に、大尉、3月26日に、少細への昇進を果たしており、その後間もない1864年1月21日には、中佐12月7日には大佐に昇進した。モスビー隊の兵士には、ファウント、BT、チャールズ・ブキャナン、クリストファー・ゴール、ウィリアム・ L ・ハンター、エドワード・ S ・ハースト、ジャスパー・ジョーンズ、ウィリアム・ジョーンズ、 ウィリアム・キーズ、ベンジャミン・モーガン、ジョージ・シーバート、ジョージ・エムス・スレーター、ダニエル・エル・トーマス、ウィリアム・トマス・ターナー、チャールズ・ホイートリー及びジョン・ワイルドがいた。モス・ビーとその部隊は、グリーンバック襲撃を行い、ベリービルでは、フィリップ・シェリダン少将の市長隊を攻撃した。モス・ビーは1863年3月に、北軍前線の奥深く、 フェアファックス軍庁舎で大胆な襲撃を観行し、エドウィン・ H ・スタウトン准将を含む北軍の高官3名を捕まえたことで有名である。モスビーは、ベッドに寝ているスタウトンを見つけてその背中を叩いて、起こしたという話が伝えられている。スタウトンは、そのような、そやなやり方で起こされて、あなたは、私が誰か知っているか、と叫んだ。モスビーは素早く、将軍、あなたは、 モスビーを知っているかい,いと反応した。知っている。あなたはそのならず者を捕まえたか。と、スタウトンが聞くと、モスビーは、いいえ、しかし彼はあなたを捕まえたと答えた。モスビー隊はこの時一発の銃弾も放たずに30名か、そこらの将兵も捕まえ。モスビー隊が、北軍の供給船を妨害し、市長隊を消耗させたことで、北軍グラント将軍はシェリーンに、 モスビー隊の誰かを捕まえたときは、裁判なしで処刑しろと伝えた。1864年9月22日、北軍ジョージアームストロングカスター淳将が指揮し、その知識で行動していると、モスビーが信じた、必ずしも正しくはない。北軍部隊が、バージニア州、フロントロイヤルで、スビー隊の6名を処刑した。7人目がそれに続く機会に処刑された。 ウィリアム・トマス・オーバービーは、フロントロイヤルの家での処刑に選ばれた者たちの一人だった。オーバービーを捕まえた者は、モスビーの所在を暴露すれば許してやると提案したが、オーバービーは拒絶した。当時の報告書によれば、オーバービーの最後の言葉は、モスビーは我々一人につき、お前たちの10名を公主刑にするだろうだった。オーバービーの死後、ある北軍兵が、 これがモスビーギャングすべての運命だと書いた一枚の紙をオーバービーのシャツにピン留めした。モスビーは臨将軍とアメリカ連合国陸軍長官ジェームズ・セドンに同じやり方で反応するつもりであることを伝え、多くいた中でも7人の北軍捕虜を選び、1864年11月6日、バージニア州レクタータウンで報復の処刑を命じた。 命令実行を任された兵士たちは3名を公子刑にし、2名は頭を打って死ぬままに放置された。驚くべきことに、この2人は生き残った。他の刑を宣告された2人は、おそらく刑執行者の援助で逃亡できた。11月11日、モズーは、シェナンド警告の北軍指揮官であるシェリダンに手紙を書いて、両軍が捕虜を人道主義で取り扱うことを提案した。 モスビーはその部隊が失ったよりも、はるかに多くのシェリダンの部下を捕獲した、そして解放したと指摘した。北軍側はこれに従った。両軍は当分の間、捕虜、戦争捕虜として取り扱うようになり、それ以上の処刑はなかった。ロバート・イーリーが降伏した数週間後、モスビーは公式に降伏することを拒んでいたので、その遊撃隊を単純に解散した。 しかし、モスビーの遊撃隊員は、アポマトックスコートハウスに、幸福の霊と文書を運んだものだった。戦後、モスビーは、それが南部を救う最善の方法だと言って、活動的な共和党員となった。グラント将軍が大統領選挙に出馬した時は、バージニア州における選挙マネジャーとなった。グラントは、その自助伝で、戦争終結以来、私は、 モスビー大佐を個人的に知り合い、親しくなった。彼は私が想像したものとは全く異なっている。彼は有能で全く正直かつ誠実である。と述べた。モスビーのグラントとの友情、及び多くの南部人が敵だと考えた者たちと共に働いたことで彼はバージニア州で大いに議論の的の人物になった。殺すと脅され。 その少年時代を過ごした家は燃やされ、ついには暗殺の試みも一度あった。この危険性を考慮したラザフォード・ヘイズ大統領は、モスビーを大在香港・アメリカ領事に指名した1878年1885年。モスビーは、その後サンフランシスコでサザンパシフィック鉄道の弁護士を務めた。さらに後に、アメリカ合衆国内務省に務め、 オマハで初めて囲い込みの連邦法を執行し、続いてアラバマ州で政府所有の土地の不法侵入者を排除した。アメリカ合衆国司法省では司法長官法を務めた1904年から1910年。モスビーはワシントン DC で死にバージニア州ウォーレントンのウォーレントン墓地に埋葬された。戦後何年も経ってモスビーは 自分が奴隷制を認めていなかったが、なぜ南軍のために戦ったかを説明した。モスビーは南部が奴隷制を守るために合衆国から脱退したと信じていたが、1907年の手紙では、それがバージニア州に対する愛国的義務だと考えたからだと言った。私は奴隷制の側で戦ったことを恥じてはいない。軍人は良かろうが悪かろうが国のために戦う。 戦う道筋で政治的なメリットについては責任がない。南部は私の祖国だ。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。